取った後、お母さんお父さんは腹に一目持ってるんですよ。教材高かったな、これって本当に大丈夫っていうのを、言わさんように言わさんようにすると。キャンセルの来る理由っていうのは、オーダーをすんなり取り次ぎです。契約取った後、お母さんお父さんは腹に一目持ってるんですよ。教材高かったな、これって本当に大丈夫っていうのを、言わさんように言わさんようにすると、後でキャンセルとして出るんです。それをあえて言わして勝負しないと、結局キャンセルになるんで、例えばどうやるかっていうと、説明はここまでなんですが、お母さん一つなんか思いませんか？教材高いって、極端にこんなことやりますね。皆さんですね、いろんなこと言いますけど、実は一番ネックになってくるのが、教材の価格なんです。どうですかって、なんか思ってることあって言ってください。どうですかお母さんどうですかって、ひたすら喋らそう喋らそうって、ゆっくりのテンポで、あえて出ささなダメなんです。体の中に海があるときは、中の黄色い液体を出さないと治らないんです。自分を語らせないとダメなんですね。だから、やっぱそこの思いをしっかり語らせて、そこに対して向き合って勝負取らないと決断したことがないんです。それがクロージングなんです。説得は本だ。抑え込むんじゃないです。説得なんです。説得っていうのは、新しい概念を入れるんじゃなくて、相手のもともと概念があるんです。考え。それをどけないと新しい概念に入らないんで、そこと勝負して、そこをしっかり塗り替えないとダメなんです。人はなるほどと思った時点で自分の意見変えますから。自分の哲学以上の哲学に出会った時にそれはバージョンアップするってことだ。だからあなたの持論、私の持論もみんなそうですね。自分の持論って誰かから聞いたってことが持論になってる。今まで保留が大切だって言ってたら、もうしっかり素結が大事だって言ったら素結が大事って意見変えますから。だから話させてそれに対してぶち当たって納得させていくってことなんです。なるほどの数だけ相手はね、変わってきます。この下の概要欄から LINE アットを登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から LINE アットに登録して3つのプレゼントを手に入れてください。